おはようございます。ボンバーですね。寝癖が。ボンバー。はい。えー、みんなの銀行、またね、アプリから通知がありまして、入金ですね。これ、毎日入金あると、なんか、ちょっと嬉しいですね。やっぱり。毎日なんか入金があって、今、1万5000円までなりました。はい。こちら、1万5000円ですね、はい。これね、毎日、今日も、今日土曜日なんですけど、 今日3000入ってましたね、はい、ちょっとまあ300人までまあキャンペーンいつ終わるんですかねこれどうなんですかねまあ300人いくまではちょっと紹介し,しようかなとアッパーまで <laughs> 今ねブログ書いてるんですよみんなの銀行用の人と <laughs> とりあえずもう,もうバカバカいこうかなというところですねそうまあだからまあ一択集中です これと思ったらね、ブワーってやりまくるってことは大事ですよ。もう久保さんから聞いてね、まあ最初はね、しつこいなぁと思ってやってなかった、まあ商品販売してた時でしたし、で、まあちょうどね、まあまた僕はまあ毎月商品販売したらまた商品販売するんですけど、今、新商品今日で終了なんですよ。で、今回の新商品でまた僕もキャンペーンしてるんですけど、これがね、久保さん、あれなんですよね。 あの390円で僕新商品、ね、今日で終了ですけど、で、このみんなの銀行アプリインストールすると1000円じゃないですか。これは、久保さんこれいいぞ <laughs> だから新商品リリースキャンペーン390円に対してこのみんなの銀行この1000円もらえるっていうのはね、これいいぞっつってね、両方紹介してるんですけど、<laughs> いいっすね。だからまあ、いいなと思ったらもう、 がっつりやるってことは大事ですね。もうめちゃめちゃ僕はずっと言ってますからね、僕も。でも毎日言ってんじゃないですか、今みんなの均衡。<laughs> そう。だからまあ、あのー、一択集中、一点集中っていうのが、一点集中突き抜けるっていうのが大事じゃないですかね。うん、ほとんどの人がやっぱブレてるんで、あれが儲かるのかな、これが儲かるのかな、どうなのかなとか、やっぱダメなのかな、これ危ないのかなとか、いやもう一点集中です。 あとね、みんなの銀行に関して一つだけ言わせていただくと、まあ、銀行の免許を取るのって大変だと思いませんかうん。これみんなの銀行って銀行の免許を取ってるんですね。三菱 UFJ とか同じ、同じ免許です。それを免許を取るのって超大変だと思いませんでもみんなの銀行を取ってるんです。で、そこに対してあなたはどう思いますかっていう。まあ、こういう切り口で最近言ってるんですけど、<laughs> 言い始めてましたね。はい。はい。ということで、いってらっしゃい。